こんにちは。文豪たちの関東大震災というアンソロジーを出版しました。こちらの動画ではその中に載せきれなかったエピソードなどをご紹介していきます。今は、震災の時の音楽の力というテーマで3つの作品を紹介しています。前回は芥川龍之介の作品、今回は西條八十の作品を紹介していきます。西條八十は詩人で、歌謡曲などの作詞も多く手がけています。文豪たちの関東大震災では2つの作品、エプロンのままで、同大震災の一夜という2つの作品を、収録しています。どちらも短くて、でもすごくこう心に残る素敵な作品になっています。今回は大震災の一夜という方を、お話をしていきたいと思います。で、西條八十は残念ながら著作権が切れていないので、ちょっと全文の読み上げはできないのですが、国会図書館のデジタルコレクションの方でログインをしていただければ全文読めるようになっていますので、ぜひそちらをご覧ください。もちろんアンソロジーの方にも収録されています。エプロンのままにというもう一作の方がちょうど地震が起きた瞬間、西條八十が床屋さんに行っていて慌てて逃げ出すというお話なのですが、その夜が、大震災の一夜という作品です。で、無事に家には帰り着いたのですが、親戚などの様子を見に行くために、外出をしたようですね。で、道が混んでいたりして家に帰れなくなり、上野公園で一夜を明かすことになります。上野公園ではみんな疲れ果てて絶望して、うずくまっているような状態になっています。で、ここでちょっと、本文を読んでみたいと思います。そうした悲痛の夜半、うずくまっていた私はふと隣にいた15、6の少年が念に自分のポケットに手を入れて何か探しているのに気がついたのだ。やがて少年の取り出したものは銀色に光る小さなハーモニカだった。少年はちょっとの間辺りを眺め回していたが、やにわにそれを唇に当てて吹き出そうとした。私は驚いて少年を止めようと考えた。この悲痛な夜半、のんきらしくハーモニカを吹くなんてふさわしくない。いくら子供でも周囲の人々が怒り出すであろう。血気に流行る連中は殴り倒すかもしれない。しかしそう思う間もなく、少年は悠然とその小さい楽器を吹き始めた。それは誰も知る平凡なメロディーであった。だが吹き方はなかなか高尚だった。と、ついで起こった現象。これが意外だった。ハーモニカのメロディーが晩夏の夜の風に運ばれて美しく流れ出すと、群衆は私の危惧したように怒らなかった。おとなしくじっとそれに耳を澄ませているごとくであった。少年は誇りを持って吹き続けた。曲が朗らかなベースを入れて進むにつれ、今まで化石したようになっていた群衆の間にささやきの声が起こった。緊張が和んだように、あるものはあくびをし、手足を伸ばし、あるものは立ち上がって体の塵を払ったり、歩き回ったりした。一口に言えば、それは霊言錯漠たる高等の天地に、一脈の対等たる春風が吹き入ったかのようであった。山の群衆は、この一貫のハーモニカの音によって、慰められ、心を和らげられ、くつろぎ、絶望のうちに一点の希望を与えられた。
これを聞いて西条康は俗曲もまたいいもんだと思い、また、東京生まれの西条康は地方へ旅すると、茶道けさやよさこいのような郷土歌謡があり、それなのに私の故郷にはそういうものがない、どうせ書くなら一つ東京全市をにぎやかに踊り狂わせる、例えば阿波踊りのようなものを書いてみたい、というようにここで述べています。これから、西条康は、歌謡曲の作詞などに取り組むようになり、後に東京音頭、盆踊りの定番ですね、などの曲を作詞を、しています。こちらの大震災の一夜と、あと前回の芥川龍之介の作品、どちらも絶望的な状況で、こう全然素人の、このどちらも少年の、音楽でみんながふっと心が軽くなるような、こう一瞬希望を見るような、そんなストーリーになっていました。次回は宇野浩二のバラック住居を、ご紹介したいと思っています。最後まで聞いてくれてありがとうございました。よかったらまた聞いてください。